今日は鴨川を楽器にしたいと思ってます。知ってる、そこ。ピアノの音に嬉しさの色、優しさの形が聞こえた。あれが音楽。数年前に亡くなった岸野龍って知ってるか。大作曲家の大勢はその一人息子で。大勢さんってさくちゃんのお兄さん。なんで俺の中に土足で上がり込んでくるん。音楽を汚すな。天才っておるんやな。このままでは自分、岸野龍のコピーで終わってしまう。芸大で一番のチェリストだったおかんから未来を奪って、俺から音楽を奪って。音楽は人を傷つけるもんじゃんか。人は死ぬけど音楽は残る。これが今の俺の音やねん。嘘つけ。自分でもそんな音聞きたないやろ。じゃあ音楽って何なんですか。ミュジコフィリア。